政府は百貨店などの大型商業施設に1日20万円、施設に入るテナントに1日2万円の協力金を支払うこととしていました。しかし不十分との指摘を受け増額を決めました。大型商業施設では20万円に加え、その施設に入るテナントに支払う全額の1割分を上乗せするほか、映画館でもスクリーン1つにつき2万円が上乗せされます。